はい、ルルカです。今回はね、こちら。 ルルカもね、以前利用したことがある、Kindle Unlimited 読み放題。こちらが3ヶ月間99円のお得なキャンペーンをやっていましたので、紹介していこうかなと思います。まあ、ルルカに関してもね、この Kindle Unlimited の3ヶ月間99円キャンペーン、以前に利用したことがあります。まあ、正直ね、1ヶ月間通常であれば980円かかるわけなんですけれど、まあ、サービス開始直後に関してはね、いろいろな漫画だったりとか小説があったので、まあ、980円でもね、元取れるって方が多くいたんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、途中でね、解約の方が繰り返されまして、現在ではね、 ちょっと見るものが少なかったりとかそれこそ最初のね何巻かだけ読むことができるんだけど途中からは見ることができなかったりとか、まあ、読み放題とは言っているんですけれどまあ、そこまで多くの本を読むことができない読み放題ということで、まあ、このサービス1ヶ月間980円払うのどうなのかなまあ、そんな方が多くてあまり契約してる方を聞いたことがありません、まあ、もちろんね中には雑誌とかもいろいろ見ることができるので、まあ、雑誌をね契約してる方とかだったらまあ、これを使ってみたお得だったりするので使ってる方もねいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ルルカに関しては少なくてもねちょっと1ヶ月間 1980円っていうのを払う気がしなかったんですけれど、まあ、以前ね。ルルカこの3ヶ月間99円で違う時に使ったことがあるんです。けれど、1年間以上ね。間が空いてる場合に関しては、再度ね。このキャンペーンを利用することができるようです。要は3ヶ月間で99円で利用することができるブラックフライデーサイバーマンで限定のね。キャンペーンを利用することができるってことが分かりましたので、まあ、ルルカ以外にもね。以前ルルカもこの Kindle Unlimited 99円のキャンペーンやってるよ。って紹介させてもらったので、まあ、同じようなタイミングで契約された方に関しては多分ね。そっから1年経過しているので再度。 ね99円キャンペーン利用することができると思いますので良かったらねまこの99円だったら相当得だと思いますので1月33円だからねということでまだね契約のをしていないんですけどここからね今から契約してみようかなと思いますちゃんとね1年以上経ってるんですけれど以前にねこちらの3ヶ月間99円プラン利用したことがあるかルルがまあ実際にねちゃんと契約することができるのかはいまその辺をねやっていこうかなと思うんですけれど普通にねこれ上記プランに登録する押せばいいと思うんですけどこれでね契約のは開始したようです。 まあ非常に簡単ですね。まあ、ルルカに関しては Amazon プライム会員になっていますので、ワンチェックで行くことができたんですけど、これどうなんだろうプライム会員以外だとできないのかなちょっとわからないんですけれど、とりあえずね、ワンチェックで月額の利用が開始されました。そしてこちらのサービス、注意しなきゃいけない点としては、3ヶ月間利用した後に関しては自動的に継続になります。 要は、3ヶ月間98円で利用しました。4ヶ月目になったら980円。普通にね、月額がかかりますので、契約をね、更新するつもりがない方に関しては、絶対にね、解約手続きのをやってください。まあ、確かね、Kindle Unlimited に関しては、契約してすぐに解約手続きした場合に関しても、3ヶ月間利用することができて、まあ、その後にね、自動的に終了するみたいな設定があったと思いますので、3ヶ月間99円しか使うつもりがない方に関しては、そこで解約するのもいいんじゃないかなと思います。ということで、現在ね、ブラックライデーサイバーマンデーということで、 お得なキャンペーンね、ちょいちょいやってるわけなんですけれど、まだね、契約していない方は、よかったらね、概要欄下の方にリンク貼っときますので、興味がある方は利用してみてください。また、サイバーマンデー中にね、無料で購入することができるキンドル本、こちらを利用することによって、非常にね、ポイントをゲットすることができる。まぁ、あ、ちょっとした裏技に関してもね、紹介していますので、そちらの動画も概要欄下の方に貼っとくのでね、よかったらそちらの方もご覧ください。今後もいろいろな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。